時に主様、何やら日雇いで働いておられなんすとか。ああ、日雇い家業のことだな。なぜ知っている？主様は浅草切手の用心棒だと三浦屋では評判でござりんす。高尾太夫の楼閣か。では師匠から何か聞かされたのか。主様がお望みとあらば、ここ吉原でも仕事を受けられなんすよ。あちきが依頼の仲立ちをいたしんす。お賃金の支払いも任しておくんなんし。稼ぎ口が増えるのは悪くない。ではこれからよろしく頼む。ほんにありがとうござりんす。ではお勤めなさる際はあちきに一声かけておくんなんし。主様のこと頼りにしておりんすよ。お見事やりなんし、お見事やりなんし、ありがとうござりんす。お見事やりなんし、ありがとう。お見事やりなんし、ありがとう。お見事やりなん、ありがとう。お見事、ありがとう。やりなん、お見事、ありがとう。やりな、ありがとう。やりなんしたね。また来ておくんなんし。ねえ、仲見世に店を出してるあそこの旦那、もののけにあって寝込んじゃったみたいよ。はっ、バカバカしい。どうせ遊女にかまけて寝ぼけてたんだろうよ。どうかしらね、そんな人には見えなかったけど。伊織くんにセイバーくん、これはちょうどいいところに来てくれました。なんでしょう。ちょっと買い物を手伝ってほしいのよね。お駄賃は太夫から出ます。では買い物というのは彼女の使いということでしょうか。察しの良さは相変わらずね。話すこちらも楽ができるというものです。買い出しは私の仕事なんだけど、今回ばかりは私には荷が重くって。荷が重い。吉原じゃ手に入らないものだから品川に足を伸ばしてと言われたのだけど。品川お店たくさんあるでしょ。はい。私だけだと誘惑に耐えきれないかもしれないでしょ。そうなのですか。そうなのです。そういうわけで伊織くんたちに同行をお願いしたいのです。構わぬが、うん、どうしたセイバー。なぜ高尾は来ないのだろうかと思ってな。そこまで忙しき身なのか、あるいは
敵に狙われるのを危ぶんでいるのか。そうね、どちらもあるけれど、そもそも太夫っていうのはそう簡単にお店の外を出歩けるものじゃないの。買い物どころか門さえくぐれない。ふん。俺は吉原には明るくないが、彼女たちは滅多なことでもなければ大門を通る切手さえもらえないとは聞いた。ええ、そういうこと。まあどうしてもって時にはこっそり私が連れ出してるんだけどね。そうなのか。そういうことであれば、うむ、きちんと買い物をしてこよう。師匠、太夫は何を所望なのです。吉原では手に入らない品というと。いくつかあるのよね。後でリスト見せてあげるわね。リスト。ああ、品目をまとめた覚書みたいな。ごめんごめん。それじゃあ行きましょうか。いざ品川。で、そのリストとやらには何と記されているのだ。こんなところかしら。まず商人のところに行ってみましょう。ご案内します、師匠。助かるわ、ゆりくん。それじゃあエスコートお願いね。はい。エスコート。おりゃさん、何がご入り用で。ギャラの油、品川海苔、それから別香串、ここに置いてるかしら。お、運がいいね、お客さん。ついさっきいいキャラ油が入ったところだよ。ただ他の2つは品切れだ。すまんが他を当たってくんな。ならとりあえずキャラの油だけいただくわ。お代はこれで。油で何をするのだ。ああ、そうか。それで敵陣に火を放つのか。そうそう、厄介な敵も油をまいて火を放てば。じゃなくてね、違うわよセイバー君。これはね、髪をまとめるための瓶漬け油。髪型で流行りの品なんですって。そういうものか。もしや鷹尾のまとう香りは。ええ、そう。さすが五感の鋭いこと。気合には明るくありませんが、随分と根が張りますね。そりゃあもう。でも太夫ったらいつも山吹ちゃんたちに使わせてあげるものだから、減りが早くってね。ってところで、キャラの油はゲットね。あとの2つはどうしたものかしら。海苔なら品川の浜で作っているので、そちらで手に入るかもしれません。串については分かりませんが、港であれば珍しい品もあるかと。オッケー、そういうことなら港の方に行ってみましょう。
こっちの品川もなかなか面白いわね。セイバー君、お先。うん、待て、武蔵。二人とも行ってしまった。行ったところが。わお、これはまた切り替えがありそうだ。買い物だけじゃ物足りないって思ってたところだったのよね。師匠、喜ぶところではありません。そこだ、ひらめいた。終わりだ。もらった。避けるなよ。怪異切り放題、腕を磨くのにはちょうどいいわね。こちらも武蔵に負けてはおられんな。行くぞ、より。弱いな。突き放す。来い。任せろ。息を合わせろ。行くぞ、せいよ。せい。終わりだ。ひらめいた。うそ。もらった。こんな感じ。すぐに行く。終わりだ。攻撃。すかさず追い打て。捕らえた。避けるなよ。終わりだ。もらった。受けてみろ。終わりだ。見せてやれ。ひらめいた。頼む。任せろ。息を合わせろ。行くぞ。セット、キャリア。あー、気持ちよかった。それじゃ買い物に戻りましょうか。ほほお侍さん、品川の海苔はいかが？おいしゅうございますよ。確かにおいしそうね。それいただくわ。ありがとうございます。また買いにいらしてくださいませ。ほうほう、これもまた随分と値が張るのだな。いおりには到底手の届かない品だ。道理で日頃目にしないわけだな。縁起物だからな。普段口にするものではないぞ。まあまあ、そのうち食べさせてあげるわ。太夫特製の海苔巻きおむすび。握り飯に海苔ですか。これがもう素朴で優しい味わいで、塩むすびに海苔の風味が合うったらもう、とにかく最高に美味しいのです。確かにまあ海苔はお高いんだけど、あれカムロの子たちも私も大好きなのよね。ほうほう、それはいずれ私も。よし、あと一つだな。かの家康公もうちの海苔を召し上がったことがあるのですよ。いらっしゃい。うまい。もう一つだ。また来てくれよ。命が惜しけりゃ早くよこすもんよこしやがれ。勘弁してください。
白昼堂々カツアゲとはまた。イオリくん、セイバーくん、ここは任せて。ならず者の相手なら慣れています。あ、なんだ女。おい、お前らやっちまえ。そうね、全員まとめてかかってきなさい。やっ、はっ、怒涛のごとく。弟分もかわいがってくれたな。きっちりお返ししてやるよ。あれを見て力の差に気づかぬとは、なんと哀れな連中だろう。せっ、はっ、水の肩。いや、やっほへ。見切った。切り返せるか。水の肩だっけ。なるほどね。こうかしら。水の肩だっけ。出たわね、ならず者の親玉。それとは別口でしょう。怪異です。冗談冗談、イオリくんたら真面目なんだから。よっ、あれは連中を率いていたわけではないのか。怪異が人の群れを滑るなど、私の頃には一段珍しくもなかったぞ。セイバーくん、結構すごい時代の子なのね。加減はしないわ。すせっ、ご期待に応えましょう。一等三敗、無限を破りゼロに至る異者な大戦勝。ありがとうございます。銭も品物も持ってかれちまうとこだった。こっちが好きでやったことだもの、気にしないで。それより別行の櫛を買いに来たんだけど。櫛、それならとっておきのがありますぜ。助けてもらった礼だ、持ってってください。おお、いいわね。これ花の模様がとってもキュートだわ。キュート、よくわかりませんが、随分とまた可愛らしい模様だ。この櫛はね、太夫が使うわけじゃないの。太夫からカムロの子への贈り物だそうよ。いつもよく働いてくれるお礼にってね。さて、これで全てか。太夫自身の買い物というより、ほとんどカムロたちのためのものでしたね。他の子たちを気にかけて自分のことなんて二の次なんだから。まったく太夫らしいわ。私と出会った時だってそう、旗本からカムロをかばって切られそうになっててね。貴重な人物ですね。太夫はそういえば何らかの術者には見えませんが。そうね、それでも正真正銘のマスターのはずよ。とはいえ私も正式な召喚を経たわけじゃなし、そこはイオリくんたちも同じだと思うけど。まあ会うべくして会ったのかなとは感じたかしら。カムロごときがわしの邪魔をしよって。無礼打ちだ。どうか、命ばかりは。
そこをどけたゆ。お前を切るつもりはないぞ。毒門か。この子はやらせないよ。これはこれで良いな。今宵はナマスを魚に飲むとするか。なんだ貴様。そうね、機嫌の悪い不動明王かしら。明王だと？泣け女、貴様も切り捨ててくれる。下道旗本、切り捨てごめん。流れ流れていずこの江戸か、慣れた霊気と違えども腰の二頭は変わりなし。不動明王になり変わり、新面武蔵が成敗立てまつった。笑いながら誰かの尊いものを踏みにじる、そういうのが一番嫌いなのです私は。あんたは。サーヴァントバーサーカー推薦いたしました。新名を新面武蔵の神藤原の春信、武蔵ちゃんでいいわ。あなたが私を呼んだ人？もうちっとまともな偽名はなかったのかい？亡くなった御仁、しかも男の名なんてさ。けどありがとう、助かったよ。偽名じゃないんだけどな。ここの武蔵も男武蔵か。ま、何はともあれ、ひとまずはサーヴァントらしく。あなたの願いを聞かせてくれるかしら。なんて思い出話はさておき、今日はありがとう。おかげで助かったわ。はい、これは太夫からのおだちんね。それじゃあまた今度。ありがとうございます。武蔵と高尾は仲がいいのだな。使い走りをして嫌な顔一つない。むしろ嬉しそうなくらいだ。もしも私が伊織から使い走りを頼まれたとしたら。いや、買い物なら自分でするよ。あるいはセイバーと二人で出る。そうか。セイバーにお使いを頼むと目についたものを買えるだけ買ってきそうだ。ああ、そうだな。それはそうだ。否定しないんだな。ほう、やるではないか。待たせちまったね。
もう少し辛抱してくれよ。いい薬が手に入ったんだ。すぐ良くなるさ。大丈夫、きっと効くよ。エーゲスとはままならぬもの。術者ならざる女に霊樹を与えるとは。己が役目は分かっていような。ただ私の指示に従え。願い叶えたくば。いい旦那に見受けされて外の世を見るんだろ。なら飲みな。元気になって夢を叶えなよ。医者を呼ぶことさえできない、こんな苦害があっていいもんか。みんなを助けるんだ、この儀を使ってけどそのために土帝様にすがって武蔵ちゃんの力を頼んで、何かから解き放たれても別の何かに縛られちまう。武蔵ちゃんだって流れ者だ。そういつまでもここに留まってもらうわけには。この前はどうも。おかげで太夫も喜んでくれたわ。二人と武蔵ちゃんの買い出しに付き合ってくれたんだって。ささやかだけどこれは私からのお礼さ。持って行っておくれ。三浦屋特製のおむすびだよ。あんた食べたかったんだろ。カヤが略氏の浮き目にあったその夜、彼女を救うべく力を尽くした伊織。一方、伊織と別れた彼の盟友たちもカヤを探して東海道を南へとひた走っていた。南に向かうにつれ怪異の数が格段に増えている。これはいかにも
敵の拠点に近づいてますって感じ。二人とも遅かったじゃない。あいにくだけどもう獲物は残ってないわよ。何が獲物だイノシシ侍、俺たちが何のためにここに来たか覚えているか。無論、いかに狂戦士の霊気といえどそこまで冷静さを欠いてはいませんとも。イオリ君の妹子を助け出す、それと獲物は残らず余さず切り捨てる。ダメだなこれは。イオリたちは轟き方面から、俺たちは東海道沿いを探索しつつ川崎へ、そういう話だっただろう。怪異退治に熱中している場合ではないぞ。それはそうだけど、今夜は妙に怪異が多いと思わない？どう考えてもこれは明らかに異常だわ。この気配の大元をたどっていけば、私たちが探し求める相手に勝ち合うかも。まあ、愛弟子の危機にちょっとばかり勇み立ってしまったのは確かですけれど。皆様、こちらにおられましたか。あなたはテイさんとこの。なるほど、石膏ってわけね。玉蓮、何があった。神奈川港にてイオリ殿とセイバーがハグレのサーバント数機と交戦しています。ハグレは基本的に自分のいるべき土地を長く離れることができないと聞いているが。ああ、限界を保つだけでも精一杯だろう。まして戦闘などもってのほかだ。ハグレ自身が望んで仕掛けたようにも思えんな。南の方で何かが起きている。考えるよりも見に行った方が早いわね。あ、またか。うちのせがれたちよりよほどわんぱくだぞあれは。あの向こう水さ、さながら甲波殿だな。追うぞマスター、放ってはおけん。目指すは南、神奈川港。急がなくっちゃね。あら、あなた、今はハグレのアサシンなのでしたっけ。そのただならぬ様子を見るに、話をしに来たってわけでもなさそうね。そっちがその気なら仕方ない。力ずくで押し通らせてもらいます。次はまた正気の時にお相手願いたいわね。
ここで決める。人馬一戦、この一刀両断、刮目なさい。ここで決める。それ、こんな感じ。見切った。ひらめいた。なぎ払います。ナム天満大自在天神、この一刀こそ我が空道、我が生涯、イシャナ大戦勝。どうしたのかしら、あのご老人。拳にも足にも正気を書くというか、本来はああじゃないはず。あれじゃまるで誰かに操られているみたいな。無事のようだな、バサーカー。その様子ではハグレのアサシンも片付いたか。ええ、でも逃げられちゃった。撤退するだけの理性はあったみたいね。何にせよハグレたちの身に異変が起こっているのは確かだな。急ぎ神奈川港へと向かおう。イオリたちが無事であるかも気にかか。この方向、はぐれのバーサーカーか。彼は吉原を離れないし離れられない。なのにここにいるってことは。テイサー、アーチャー、ごめん。私ここは彼を追わねばです。この状況、今夜だけで実に三度目だな。さてどうする、マスター。どうも何も、放っておけば付近の町は壊滅だ。手を尽くして奴を止めるぞ、アーチャー。